AFC チャンピオンズリーグ2015決勝 AFC チャンピオンズリーグ2015決勝はアジアサッカー連盟により開催される AFC チャンピオンズリーグ2015の決勝戦であり13回目の AFC チャンピオンズリーグの決勝戦である試合は第1戦が2015年11月7日土曜日に第2戦が2015年11月21日土曜日に開催された 甲州久し代が2試合合計スコア1から0で2大会ぶり2回目の優勝を果たし AFC サッカー連盟を代表して2015年12月に日本で開催された 2015FIFA フフクラブワールドカップの出場権を獲得した。あるアハリドバイは6回目の出場にして初めての決勝進出である。また、甲州久し代は優勝した2013年以来の2回目の決勝進出となった。 AFC のコンペティションでの両チームの対戦はない。決勝戦は前回大会と同様ホームアウェイの2回戦制となる。第1戦が2015年11月7日土曜日にあるアはりドバイのホームであるドバイのアールラーシドスタジアム。第2戦が2015年11月21日土曜日に公衆日差し台のホームである。 甲州市の天河体育中心体育場で開催された。決勝第一戦が行われたアールラアシドスタジアム、決勝第二戦が行われた天が体育中心体育場中、以下のすべての結果は、決勝戦、進出にクラブの得点を前に表示している。概要、あるアハリドバイブイ甲州衆被差し、大チーム別データ試合後試合前半は、甲州被差し代が、 主導権を握って、攻め立てるも決めることができず、後半は一進一退の展開に。終盤にアルア、あるアハリドバイは退場者が出て、人数的に劣勢となるが、結局試合は、両者スコアレスのまま終了した。公衆久次第は、第2戦で勝利すれば優勝。あるア,ルアハリドバイは勝利もしくは得点を挙げての、引き分けなら、優勝が決定する。 0から0のまま90分が終了した場合は、延長戦に突入する。概要公衆久次第 VR アハリドバイチーム別データ試合後公衆久次第が1点を、守りきり、2大会ぶり2回目の優勝を達成した。一方、あるアハリドバイは2試合続けて退場者が出るなどして、劣勢を強いられ、初優勝はならなかった。第一戦。 第2戦とも非テレジータスにて生放送された。第1戦の解説はサッカー元日本代表の北沢、剛氏が、第2戦は同じく、上昇寺が務めた。ありがとうございます。